では定刻になりましたので、第14回の、計算外事特論 B を始めさせていただきます。今日は、NPA の方から成瀬様に来ていただきまして、OpenACC CUDA による GPU コンピューティングというタイトルで講義をしていただきます。ではよろしくお願いします。ご紹介いただきありがとうございます。NVIDIA でエンジニアやっております成瀬と申します。よろしくお願いします。タイトルは OpenCC と CUDA による GPU コンピューティングになってますけども、中身的には GPU コンピューティングと、CUDA の概要を最初にちょっとだけやって、ことの内容は OpenCC の、 具体的な扱い方で今大体こんなことができますよという話をさせていただきたいと思います。まず GPU コンピューティングに関してなんですけれども、もうご存知の方も多いと思いますけれども、ローレンテンシーな CPU と、ハイスループット、たくさんのフォアが並んだ GPU を組み合わせてやるというのが、我々が言っている GPU コンピューティングになります。決してですね、GPU だけで全部やれというものではなくて、必ず CPU がいて、GPU にはGPU のメリットがあって CPU には CPU のメリットがあって、でそれぞれのいいところを生かしましょうというのが GPU コンピューティングです。繰り返しになりますけども、全部を GPU でやろうとは我々全然思っていませんでして、アクセラレーターコンピューティングというのは何かをアクセラレートするものなので、他のものが必ずいます。でアプリケーションの、そうすると実行の流れがどうなるかなんですけれども、例えばここにこう左側ですね、皆さんのプログラムがこんなふうにあったとします。で青い部分が、逐次の部分 でこの黄色の部分が、このって言ってもポイントはこれやらなきゃいけないですね、ここのところが、フォループ回ってますけども、ここが並列にやれるところだとします。でそうすると、CPU の方は逐次の部分も CPU のコアを使ってやって、で本来は並列でできるところも、CPU でやって、で今だとマルチコアなので若干並列でやりますけれども、基本的には順番にやっていって、で最後にまたシリアルのところを CPU でやる、これが現在の普通の CPU でやっていることです。で、GPU はそうすると何やるかというと、逐次のところは依然として CPU にやってもらいます。でパラレル複数にできるところはここを間違えた、順番おかしいですね、一挙にやってしまいましょうというのが、GPU の、考え方です。で、ちょっとちゃんと素直にですね、一個一個のこのループの処理の長さですね、これちょっと若干長くしてるんですけども、一個一個の処理はそういう意味では GPU は CPU よりもコアがシンプルで周波数遅いですから遅くなります。ただしそれがべらぼうな数で同時にできるので、トータルで見ると短時間でできますよ、これが基本的な GPU の、発想です。で、これもちょっと一部の方にはもう社会に説法だと思いますけれども、そうするとGPU 上で先ほどの黄色の部分ですね、GPU のプログラムの実行をするためには何をしなければいけないかと言いますと、まず、基本的にはデータは CPU 側にありますので、GPU で実行するためのデータをまず、CPU サイドから GPU 側に送ります。でプログラムの、元になる、コードも CPU 側に、ホストのメモリ側にありますので、これ皆さんには大体見えませんけれども、GPU プログラムが GPU サイドにローディングされます。でこの状態でプログラムが、実行されると、これで今 GPU 上にコードとデータがあるので、この状態で実行ができます。で実行が完了すると、結果が今 GPU 側にありますの でそれを CPU サイドに回収する。でこれで一通り、GPU の処理が、終わるわけです。でじゃあ GPU の構造なんですけども、必ずしもこれは知る必要はないんですけれども、知っていた方がいろいろとプログラムをですね、適切に動かすためには便利ですので、ある程度把握していただければと思います。まず GPU というと GPU のボードを指す場合と GPU のチップを指す場合があります。で皆さんがその GeForce ですとかテスラといった形でボード上になっているものの中には GPU のチップと、大まかに言うと、あとは高速なメモリ、他にもいろんなデバイスが載ってるんですけども、これで搭載されています。で、演算性能が高いのは、どこに起因しているかというと、この GPU チップの方ですね。で演算はここでやりますので、今の、一番高スペックな、GPU ですと、テスラ K40 というものになりますけれども、これだと倍精度ですと 1.43 テラフロップス。で、単精度でよければ、4.29 テラフロップスというピーク性能が得られます。これピークなので、実際出るかどうかはプログラム依存ということです。
で、もう一つ GPU の特徴はメモリバウンド幅が高いことです。で、これは普通の DDR3 ではなくて、グラフィック用の GDDR5 を大量にチップ直結でつないでいる。で、それで高いバウンド幅を達成しています。で、現在ですと、ピークのメモリバウンドまでいうと 288GB/s で、容量はこれまでずっと少ない少ないと言われたんですけども、一応ハイスペックなものを使っていただくと今 12GB ぐらいまでは搭載されていて、まあ、そこそこの量が今あるかなという状況にはなっています。で、チップの方ですね。で、演算をしているチップの方の中身なんですけれども、まあ、世の中、どんなものも階層構造をもとってます。で、 GPU のチップも階層構造になってまして、で、ここに示しているのが、まあ、GPU チップの中をまず大まかに概要を示したものなんですけれども、なんとなくこう、ごめんなさい、ちょっとうまくマウスのポインターが出ませんけれども、15個の長方形のブロックがあると思いますけれども、これはストリームマルチプロセッサーエクステンション、まあ、SMX って言いにくいので SM と私もよく言いますけれども、これがいわゆるマルチコアプロセッサーの大体コアに相当するものだと思ってください。で、これはテスラの K40 ですと15個並んでますけれども、これはものによって14個だったり13個だったり、場合によってはもっと少なかったりという形でバリエーションがあります。で、この中身なんですけども、この赤で囲ったところですね。で、これを拡大しますと、まあ、こんな感じになっていまして、で、薄緑色の一個一個があります。で、色の違うのもあるんですけども、まあ、薄緑色じゃないですね、緑色、これが我々がクーダコアと呼んでいるものです。で、このクーダコアが大体その演算機だと思ってもらえばいいんですけれども、この1個のクーダ上で、1つのスレッドが動きます。で、1つの SMX の中に、現在の、ケプラーと呼んでいるアーキテクチャでは192個のクーダコアが搭載されています。ですので、SMX というのが15個あって、で、一つ一つの SMX の中に192個のクーダコアがありますので、まあ、このテスラの K40 の場合ですと3000弱、2880クーダコアあるわけです。ですので、こういう並列マシンですので、とにかくこれを使いこなすには並列性をいかにプログラムが持っているか、もしくはそこから引き出すか、それが非常に鍵になります。そこではまずお分かりいただけたんじゃないかと思います。で、ですね、じゃあこの GPU をどうやって使うかなんですけれども、ちょっと大体今は大まかに3種類の方法があります。で、一番簡単な方法はライブラリを使うことです。で、ライブラリを使っ、GPU に対応したライブラリというのを、まあ、NVIDIA 弊社が出しているだけではなくて、サードパーティーの会社もいろいろ出されています。で、いろんな種類のライブラリが出ていますので、もし、今皆さんがやられていたいことがライブラリで実現されているんでしたら、それはもう安直にライブラリを使っていただくのが一番いいです。で、その反対ですね、その反対が CUDA で、 CUDA の場合は皆さんのプログラムを、CUDA という言語開発環境を用いて、基本的に GPU 向けに書き直すことになります。で、この場合ですと、非常に高い自由度があります。ですので、GPU 向けに提供しているどんな機能でも CUDA であれば使いこなすことができます。ただし、使いこなすためには、それなりにはですね、しっかりとプログラムを書き直す必要があります。分かってしまえばそんなに難しくはないんですけれども、一般的には障壁が高いと言われています。で、その中間的なものですね。で、中間的なところが OpenACC なもので、これは既存のコードの依然として書き換えはします。ただし、そのプログラムの大まかな、実行のロジックは変えることなく、基本的にはディレクティブを入れるだけ。プログラムの中にヒントを入れる。例えば OpenMP でマルチスレッドでやるときにいろんなヒントをもうすでに入れているかと思いますけれども、それと似たようなヒントを入れることで、アクセラレーターを使えるようにしましょうというものが OpenACC です。で、今日はこの真ん中の OpenACC の使い方を主に喋らせていただこうと思いますけれども、その前に CUDA とライブラリの方をまずざっと紹介させてください。で、まずライブラリなんですけれども、これまだ一部ですけれども、今、すみません、先に失礼しました。まあ、ざっとこれぐらいあります。
例えばブラスという密行列のパッケージ、これは NVIDIA から CUDA の中に梱包されている形で CU ブラスというものがあります。で、乱数関係ですね、メルセンツイスターも入っています。いろんな乱数生成器がありますので、乱数生成は CU ランドを使ってもらえば OK です。で、スパース、CU スパース、素行列のいろんな処理も、CU スパースというライブラリーでかなりできるようになってますので、皆さんがやりたいことがこれにマッチするんですら、基本的にはこれを使ってください。まあ、このように、かなりいろいろ、一般的に CPU で使われるようなライブラリーは、大体とは言いませんけれども、かなり提供されていますので、まあ、それはもう安直にこれを使っていただくのがいいと思います。で、もちろん全然マッチしない人数もあるので、まあ、そういった場合は、ライブラリーではなくて CUDA とか OpenACC とかを使っていただくことになります。で、ライブラリーの中にはその一部優秀のものもあるんですけれども、基本的に、基本的じゃないです、大部分の、NVIDIA から提供しているものはCUDA のツールキットに入ってますので、それは、自由にフリーにお使いいただくことができます。で、次に CUDA ですね。で、CUDA、これ本気で説明しようと思うと、1時間どころか2時間かかるので申し訳ありませんけど、ザクッといきます。で、まず、CUDA のプログラミングモデルなんですけれども、先ほど、GPU には、数千の、CUDA コアというのがあると説明をしました。で、その CUDA コアの一個一個の上で、まあ、スレッドが走るということをイメージしてください。で、ここで今画面でお見せしているウニョウニョっとしているのは、まあ、一つのスレッドを表していると思ってください。で、先ほどお見せしたように階層構造を GPU のハードウェアは取っていましたので、スレッドの走行も実は階層構造を持っていまして、全部のスレッドがフェアに対等に動くわけではありませんでして、スレッドの集合をある程度ブロックという塊で制御をしています。で、このブロックのサイズは実行時に制御することができますけれども、一番タイトなグループが、まあ、32個のスレッドでして、この32個の隣接したスレッドは完全に同期して動きますので、よくそのスレッドのダイバージェンス、スレッドの分岐パスがどうのこうのと言っているのは、32個の隣接したスレッドが違うところを実行してしまうとものすごいペナルティーがあるということです。で、それは我々の CUDA のプログラミングモデルのこういう階層構造に由来しています。で、まあ、とりあえずこのスレッドの集合はブロックと呼んでるんですけども、で、このブロックがたくさん固まったものをグリッドと呼んでますけど、これが、皆さんが普段使われている、まあ、サブルーチン全体、まあ、フォーループでいうと30ループの、まあ、一塊だと思ってください。で、このグリッドですね、すでにスレッドの塊を GPU に投入をして、投入するとそれぞれのスレッドがまずブロック単位で SMX に投入されて、ブロックの中のスレッドがその投入された SMX の中の CUDA コアにそれぞれ順次投入されて実行されるという動作モデルになります。で、それを記述されるための、まあ、言語、記述する方法が、まあ、CUDA なんですけれども、例えば、ザックスピ、シングルプレシジョンの、Y イコール A かける X プラス Y、まあ、非常に基本的な演算ですけれども、まあ、これを事例に、ソースコードを見ていこうと思います。で、まず CPU の方ですね。で、 CPU の方は、まあ、ここからザックスピで、まあ、要素数で、係数で 3.0 で、まあ、入力配列が X で Y って形で呼ぶと、まあ、サブルーチンの中を見ると、まあ、フォーループで N 回回して Y の配列と X の配列をいくずつ要素を持ってきて、で、 X に係数かけて足し込むと、非常に単純ですね。で、これを GPU 上でやろうと思うと、まあ、大体こういうコードになります。で、ですね、それぞれ何をやっているかといいますと、まあ、一番上の部分ですね、まず、このサブルーチンがGPU 上のサブルーチン、カーネルであるということを指示するためのキーワードをつけます。で、次に内部ですね。で、もともとはフォーループで回っていたんですけれども、GPU 上で動くカーネルの記述方法は CUDA では一つのカーネルが処理する内容だけ記述します。ですのでポイントはループを回すのではなくて、そのスレッドが配列の中のどこを担当するかというのをまず
決められた変数から取得するというか記述になります。でこの場合はですね、ちょっと具体的に説明しますと、スレッドインデックス、ブロックディメンジョン、ブロックインデックスという予約変数がありまして、これそれぞれのスレッドごとに違うナンバーが適切に割り当てられます。でそうしますと、まずスレッドインデックスというのは、先ほどブロックというのがあると言いましたけども、そのブロックの中のローカルの番号になります。ですので今走行しているスレッドがブロックの中の何番目のスレッドであるかというのが、このスレッドインデックスという変数を見ると分かります。であとそうするとスレッドの中のナンバリングは分かったんですけども、その全体としての位置づけが分かりません。でそれを見るためにこのブロックディメンジョンというのとブロックインデックスというのを使います。でブロックディメンジョンというのは一つのブロックの中に何スレッド入っているのかという数字が入っています。であとこの数字とでは自身がいるブロックの ID ですね。でこの ID が分かれば、じゃあ全体として見るとグローバルで見ると何番目のスレッドなのかというのが分かります。でそれを例えばここではまあこの変数 i に入れているんですけども、でそうすると、あ、自分は変数の中の何番目を処理する担当するスレッドかというのがこれで分かりますので、あとは、一応今操作範囲が N5 まで決まってますので、その範囲内に自分がいればその1点だけの演算をします。でむしろですね、私個人的にはやりたいことを記述するのはこの方が正しいと思うんですね。フォーループで皆さん回しているのは、それは逐次的にしかプログラムが動かないからそうなっているだけで、多くの場合サイエンスのコードっていうのはいろんな点、それぞれの点の演算だけ記述すればいいはずなんですけど、まあどちらかというと本当はそれに近いんですけど、ただフォーループで回すのに慣れていらっしゃる方はこういうのを書き換えるのは最初は抵抗があるかもしれません。であとですね、呼び出しの方ですね。でここの、ザクスピーという方で、ここで既存のサブルーチンにちょっとだけクーダ向けのエクステンションというのがありまして、まあ、これをつけて呼び出すことで、制御することができます。でこのダイナリーショーナリーが右と左に3つずつ並んでいる、部分ですけれども、ここの部分には、投入するときの、ここに書いてますね、GS、グリッドのサイズ、ですからブロックの数ですね。あとは、ブロックサイズ、正確に言うと、まあ、スレッド数ですね。でこの場合は、ここでは例えばグリッドサイズは N の、N256 ではあったり、でブロックサイズは256になっていますので、まあ、N というのが配列の処理する数ですね。でそれを一個一個のブロックは256スレッドで担当させるの でそうすると、まあ、全体としては N-256 の、グリッドがあればいいと。正確にはちょっとすいません、割り切れない場合の発数がおかしいので、この計算間違ってるんですけど、ちょっとすいません、サンプルコードなのでそれは許してください。ただあとはこれを適切に実行するためには、この部分ですね、クーダメムコピーというのがあって、事前に必要なデータを転送してで実行して、で回収すると。で回収はこの Y の方だけ値回収すればいい。で基本的にはクーダはこれだけです。これだけやれば GPU が使えますけれども、すみません戻ります。なかなかこのデータの移動を適切に管理するのが、難しいので、プログラムのホットスポット、時間がかかる部分というのが全体の中の一部の場合は、まあ、クーダでもうすでにいろんなプログラムが動いているんですけども、何せそのプロダクションコードは数万行数十万行で、しかも一箇所で流せばいいというわけではないので、そのために、まあ、今 OpenACC というのが非常に注目をされています。でここからちょっとすいません、かなりの時間を OpenACC で、まあ、今どんなことができて、でどんなふうになっているのかというのを説明させていただきたいと思います。で、OpenACC なんですけれども、まずこれは、我々が OpenACC の謳い文句にしているものですけども、あ、まず OpenACC、これは CUDA と違って、プロプラヘタリなものではありません。NVIDIA の専用の言語とか、専用のディレクティブとか、そういうものではなくて、OpenACC のコンソーシアムというのが形成されていまして、我々は単なるそのメンバーの一オーガニゼーションです。で20ぐらいの組織が参加をしていまして、でその組織の間で仕様策定などが決められている非常にオープンなものです。で、謳い文句としているのは、まあ、簡単に使えますと。
基本は先ほどお見せしたようなCUDAを使うためのいろんなコード書き換えを必要としません。で次に、まあ、協力ですと。で基本的にはもうコンパイラーがそのヒントに基づいてコードを自動で並列化して GPU 向けのコードを出します。で繰り返しになりますけどオープンです。でコンパイラーベンダー、CUDA ですと NVCC という CUDA 向けのコンパイラーは弊社 NVIDIA しか出ませんけれども、 OpenCC の場合はむしろ我々は出していなくて、サポートベンダーから出しています。正確にはその PGI 社は NVIDIA が買収してしまったので、そういう意味ではうちからも出してるんですけども、まあ、厳密には、まあ、要するに、そうですね、おかしいな、まあ、何にしても一つだけではなくて複数のベンダーからコンパイラーが出ています。でなおかつもうすでにですね、NVIDIA の GPU だけではなくて AMD の Radeon 向けのコードも PGI のコンパイラーは出します。あとインテルさんはジオンファイのことをアクセラレーターとは呼んでないんですけれども、インテルのジオンファイ、ライツランディングになると、PGI 社はちゃんとライツランディングのコードを出すようになりますので、そうすると OpenCC で書くといろんな、まずコンパイラーの、選択肢もありますし、いろんな GPU、 いろんなアクセラレーター、いろんな、そうですね、まあ、メニコアですか、そういったものでも動くというメリットがありますので、CUDAで書いてしまうとよく聞かれるのが、あなたたちいつまでやるのと、ちゃんと続けますよねと、CUDAで移植したんだから面倒見てくれるよねって言われるんですけど、我々が大丈夫ですと言ってもなかなか信用しようないんですけど、まあ、OpenCC でしたら少なくとも GPU だけではなくていろんなもので残りますので、安心して使っていただけるかなと思います。さて、OpenCC の場合の、まあ、実行のモデルなんですけれども、あ、すみません、ちょっと飛ばしましたね。既存のコードのこの並列のところですね、でそこの部分にここがこの、ダラ、そうですね、OpenMP のような、まあ、ディレクティブを入れる形でどこが並列する場所ですよっていうヒントを基本的には入れるだけです。入れるだけです。はい。でそうすると、並列化の指示をしていないところですね、この青い部分、青い部分は今まで通り CPU 上で実行するコードが出ます。でディレクティブで囲った部分、パラレルでやりますよと指定した部分、まあ、一般的には計算の多い部分、時間のかかる部分ですけれども、ここがコンパイラーが GPU 向けのコードを出して、で先ほど CUDA でデータの転送とか実行の制御とか、またデータの回収とかやりましたけども、そのコードももうコンパイラーが自動で生成をします。そして戻ってくるとまた残りの部分を CPU で実行する、まあ、こういった実行モデルになります。それでは先ほど CUDA の時に、ザクスピーを事例にどんな風に書くのかっていうのをお見せしましたけれども、それを同じようにですね、 OpenCC だとどうなるかっていうのをまずご紹介したいと思います。でまず、CPU のコードの方ですね。でこれもそのマルチコアを使って並列でやりたいので、まあ、OpenMP でよくディレクティブを入れて、まあ、スレッド対応していることが多いです。で、Zaxby を OpenMP で並列化するようとすると、まあ、大体こんな感じになります。ちょっと見えにくいかもしれませんが、お手元を見てください。ここの部分ですね、紫色の行、おっと先進んじゃいました、ここで1行入れるだけでスレッド並列のコードが出ます。で、OpenCC の場合どうなるかというと、OpenCC もほとんど同じです。OpenMP の場合は、OMP というキーワードでしたけども、それが OpenCC の場合は ACC になる。プラグマ、ACC、パラレル。あとちょっとオプションがつきます。で、このオプションが何かというと、スレッド並列の場合とアクセラレーターで使う場合は、データの移動しなきゃいけないんですね。アクセラレーター使うときは、ホストとアクセラレーターでメモリが分かれていましたので、その間でデータを適切に実行する前、実行した後に適切にデータを移動させてあげる必要があります。で、それをここでは記述しています。で、後ほど詳しく説明しますけれども、ここで移動しなければいけないのは、まあ、配列だけに限定すると Zaxby の場合は X と Y です。で、X の方を見ていただくと、これ参照ですね、見るだけ、読むだけ、書きません。だから読めばいいので、実行前に持ってきて実行した後回収する必要がありません。なので、ここをよく見ていただくとコピーインとなっています。あ、これ考え方がですね、 GPU 中心になってまして、 GPU から見るとコピーインします。なのでこの場合は X はコピーインした状態で動かします。
で、Y の方は、これ、自分に足し込んでますので、まず値を持ってなきゃいけないのと、あと結果回収しなきゃいけません。なので、コピーインして、あとコピーアウトします。なので、コピーインとコピーアウトをやるので、この場合はコピーになります。コピーというのは、これはコピーイン足すコピーアウトと言います。なので、ちょっとすみません、回り道になりましたけども、OpenMP との違いは、こういったデータの移動を、まあ、記述する。ですから、OpenMP のように、今までと似たような演算の並列のさせ方の記述、プラスデータの移動を記述すれば、もうそれで OK というものです。で、先ほどお見せしたのは、C のコードでしたけども、まあ、Fortran も同じようにできます。で、Fortran も、Fortran の場合は、OpenMP の場合は、並列セクションの指定が、よいしょっと。開始点と終了のところで、まあ、言語使用上書かなきゃいけないんですけども、その制約は OpenACC でも一緒で、まあ、あとは変わりませんね。ですから、OpenMP をすでに、ある程度ご存知の方は、すんなりと OpenACC を始められるんではないかと思います。で、もう一個、OpenMP と OpenACC は併用することができます。併用することができまして、単純な、フォーループの前に両方書いてください。で、そうすると、OpenACC のコンパイラーでコンパイルするときは OpenACC のディレクティブが有効になるので、GPU 向けのコードが出ます。で、これを OpenMP のコンパイラーでコンパイルすると OpenMP のディレクティブだけが認識されているので、マルチスレッド CPU 向けのコードが出ます。ですから、シングルソースコードで CPU のコードとアクセラレーター、まあ、両方のコードが出せると、まあ、そういうふうになるわけです。で、この状態で、まあ、コンパイルしてみると、まあ、大体こんな風にですね、実際コンパイラーメッセージを出してやるとメッセージが出て、適切に、ちょっとすいません、色をちゃんと出してないので分かりにくいですけど、このループが並列化されて、GPU 向けのコードが出ているというのが分かります。で、よいしょっと。で、普通実行するだけでは分からないので、NVProf というプロファイラーを経由して、ラッパー組ませて実行すると、まあ、こんな感じになってまして、もしプログラムがですね、何も GPU を使わないプログラムですと、このプロファイラー、ここで何も出さない、出しません。何もやることなかったよと言うんですけども、もう、この状態で ACC でコンパイルするだけで、もう適切に GPU が使われているのがこれで確認できます。非常に簡単ですね。で、こんなふうに非常に簡単に使えることができますので、まあ、かなりの、使用例が出てきてまして、まあ、ここはちょっとマーケティングが作った資料なんで、100% を飲むにはしないほしないんですけども、オートモーティブですとか、ファイナンスですとか、ライフサイエンスとか、まあ、いろんなところで短時間で、スピードが上がって、効果を皆さん享受されています。で、これはもう先ほど説明しましたね。ですね、もう、キャプス社、クレイ社、PGI 社という商用ベンダーは、OpenACC の 2.0 に完璧ではないですけども対応を始めていまして、これらは残念ながら、いや残念じゃないです、優勝なんですけれども、フリーのオープンソースのものが欲しいということであれば、グニューが2015年に出すと明言しています。本当に守るかどうかは私は分かりませんけれども、そこまで待っていただければいずれ、オープンフリーなものも出てまいります。でデバッグツールというのもかなり充実をしていまして、アリーナですか、ルーグウェイブですとか、すいません、はい、というのも、まあ、いろんなツールが、まあ、整備されつつあって、CPU と同じとまではさすがに言いませんけれども、CPU に近い形でプログラムのデバッグですとか解析とかそういうのができる環境がもう整っています。で、これはオープンであるっていう証拠の一つなんですけども、スペックベンチマーク、今アクセラレーターのベンチマークもありまして、よくそのスペック CPU とかそういうのでプロセッサーの性能を比較とすると思うんですけども、スペックアクセルというのもあります。で、これでもうオープン ACC っていうのが使われていまして、スペックアクセルの中に入っているベンチマークのうちの15本はオープン ACC で書かれたベンチマークです。で、まあ、ここまでがざっと OpenACC の触りだったんですけど、じゃあ OpenACC でどこまでできるのかっていうのをちょっ と,、簡単な題材を用いてご紹介したいと思います。で、題材は、まあ、ヤコビ・ハンコック法ですね。非常にシンプルですけれども、まあ、いろんなところで使われているものです。ステンシルアクセス、真ん中を中心に4点を参照して、まあ、なんてことはない、これは4点の平均を取って次の値にしているだけなんですけれども、これが収束するまでひたすら繰り返すというのがこのプログラムになります。
詳しく見ていくと、ここの部分ですね、このフォーループの、20ブロックのところは隣接4点の合計を取って、まあ、それを4で割ります。で前回の値との比較をしてその最大値をどんどん貯めていきます。でここで、新しく計算した値を実際の A に反映させます。で誤差の値が、ある許容値をまだ、下回っていない場合はループを回ると、まあ、非常にシンプルですね。非常にシンプルですけども、いろんなところで出てくる、まあ、処理になります。でちょっとじゃあこれを OpenNCC で並列化していきたいと思います。で最初にやるのはその並列化の指示です。どこの部分を並列化するというのを指示するというのが最初のステップになります。でそれに使うのが、パラレルズもしくはカーネルズというディレクティブ、まあ、正確にはコンストラクトというものですけども、こちらの2つになります。で今、まあ、大きく2つのループブロックがあったので、まあ、この2つにそれぞれ、プラグマ ACC、パラレルもしくはカーネルズというのをつけることになります。で、パラレルズとカーネルズなんですけども、ですね、パラレルズっていうのが、基本的にはそこがアクセラレーターの並列実行がスタートですという指示になります。で、カーネルズというのが、これは、その、くくった範囲の中に複数のカーネルがあってもいいよと。という指示なんですけども、非常に理解しにくいですよね。なので、ただ実装的にはですね、今パラレルズの場合はいろいろ使えるオプションが少なくて、むしろコンパイラーお任せの、ディレクティブだと思ってください。でカーネルズの場合ですと、このループはこういうふうに並列化するんだっていうのをいろいろ指示するオプションが使えます。で、今日はちょっと細かく説明をしたいので、基本的にはこのカーネルズという方を使って説明をします。しますが、用途によってはパラレルズで十分な場合もありますので、それは、使ってみてください。はい。で、この状態でもうすでにコンパイルできます。このカーネルズという人だけで、まずコンパイルします。で今日ちょっと最初にですね、何を説明したいかと言いますと、コンパイラーのメッセージを見てくださいというのは、ちょっとディレクティブを入れればそのディレクティブをベースにあとはコンパイラーがどうすればいいのかというのを必死に計算してこうするべきだというのを考えた結果がコンパイラーメッセージを見ると必ず出ます。で PGI の場合ですと、-minfo=ACC というのをつけると、どんなふうに ACC のディレクティブを僕は解釈したかというメッセージが出ます。で、それを見て、あ、こういうふうにさらに追加のディレクティブを入れればいいんだという形で、プログラムの GPU 化、OpenACC による GPU 対応を進めていくと、非常にすんなりいきますので、とにかくコンパイラーメッセージ、ですから最初から自分で考えて、これが正しいんだという形でディレクティブをたくさん入れることを私は全くお勧めしません。単純なものをまず入れて、でそれでコンパイラーに通してみて、メッセージを見て、であコンパイラーは今こういうふうに勘違いしているので、それを正していく。でそれが一番近道です。でその方法で、どんなふうにこのプログラムが、簡単に OpenACC ができるかというのを示していきたいと思います。で、戻ります。これですね。この2つ入れただけ。でこの状態で、コンパイラーに食わせると残念ながら前半部分はアクセラレートされません。でなぜかというとその答えもちゃんとここに出てまして、このエラーですね、エラーの値っていうのがこのままだと並列では計算できないんですね。でこれは OpenMP でも全く一緒です。同じエラーという値を、いろんなループのところで最大値とって答え出してますので、当然普通に考えると逐次でやるしかない。でもこれはもうオープン MP でやられていることは当たり前だと思うんですけども、これいわゆるリダクションという操作をやればいいんですね。それぞれがやった結果を、まあ、最後でまとめるという処理ですけども、これをそれぞれのループに追加してあげれば普通にできます。でこの場合は、2つのループそれぞれで、エラーの値でデータのディペンデンシーがあったので、それぞれのところでこのエラーというのはどういうふうにリダクションをすればいいかという指示をすればこれで OK です。でこれ C だから実は入れなきゃいけないんですけど、フォートランの場合は結構自動でリダクションと認識してくれるので入れなくて済むことが多いんですけども、ちょっとこれは言語によって入れなきゃいけなかったり入れなくてもよかったりするんですけど、それはちょっとコンパイラーのメッセージを見て解釈してください。でこの場合 C の場合は実はフォーループの両方に入れないとまともに今出ませんので、ちょっと今入れてます。で、リダクションの
演算の種類ですけれども、必要最小限というかもうほとんどこれで大丈夫だと思うんですけども、必要なものは大体、用意されています。足し込んでいくもの、どんどんかけていくもの、最大最小、ビットはビット積、それから、XOR もありますし、論理版もあり、論理積もある。まあ、これぐらいあるので、おおむね考えられる必要なものはサポートされています。で、この状態で、今度コンパイルすると、珍しい。今度はちゃんと、ループ is parallelized と書いてますので、これできちんとこのループは並列化されてアクセラレートされます。で、実際、このエラーの値も、MAX オペレーションを使って、リダクションされるというのがコンパイラーメッセージにも出ています。よいしょと。で、次に、データの移動を書かなければいけないと私言ったのは皆さん覚えていると思うんですけども、実はコンパイラーがある程度勝手に解釈をしてくれます。で、コンパイラーがどこのデータをどういうふうに指導しなければいけないかというふうに認識しているかというのもコンパイラーのメッセージにちゃんと出てます。で、今このオレンジになっている部分ですね。で、オレンジになっている部分を見ますと、今コンパイラーは、A new の方は、これ C です。だから0始まりなんですけど、1を起点として、この場合は4094個の要素。これ、終点で割れます。要素数。これだけの要素を、コピーアウトしなければいけないと、これコンパイラーは認識していることになります。で、一方、配列の A の方は、配列の方の全部ですね。この全てをコピーイン動作で動かすべきだというふうに認識しています。なので、これを元のプログラムの方に、まあ、あえて書いてみますと、コンパイラーはこういうふうに認識しているということになります。こちらですね。コンパイラーは A new は1から N-2 この要素。まあ、これは両方の次元一緒ですね。で、コピーインに関しては0から N 個。まあ、なんてことはない。まあ、ループの回っている範囲を見ていただければ、それは自明だと思います。で、ここで、ここのデータの移動で使う、まあ、ディレクティブに関して、もう少し説明させていただくと、大まかにですね、あれ、ちょっとごめんなさい。また動いちゃった。コピーイン、コピーアウト、まあ、コピーというのがまずあります。で、コピーインというのが、まあ、GPU 起点でデータを GPU 側に持ってくるオペレーション。で、コピーアウトが GPU からホストにデータをアウト、戻す方。で、コピーが両方ですね。で、それ以外に、クリエイトというのがあります。で、クリエイトというのは、これは GPU 側で、GPU 側でしか使わない場合です。で、この場合、要するにホストからその場合は、データを持ってったり回収する必要がないので、この配列は GPU 側だけで使います。データの移動必要ありませんという場合は、クリエイトで指定します。で、プレゼントというのは、もう、それが GPU 上にありますよという意味です。あと、P コピーイン、P コピーアウト、P コピー、P クリエイトってありますけども、これは、P というのはこれ、プレゼントオアホネルダの略でして、もしあれば、プレゼント動作をします。で、なければ、その後に指定した動作をするという意味になります。で、実際ちょっと、この、ほとんどの場合ですね、コピーインとかコピーアウト、コピーっていうのは、使う必要はなくて、基本はこちらを使ってください。プレゼントをつけて、何ら弊害はないので、基本はプレゼント、P コピーイン、P コピーアウト、P なんとかですね。こちらを使うようにしていただいた方がいいと思います。はい、さて。で、あともう一つ。データの転送に関してもですね、最初から最適化することを私は全くお勧めしなくてですね、最初は P コピーアウトはあまり使わないことをお勧めします。なので、この場合、ちょっと一見無駄に見えるんですけども、特に A new の方、今コピーアウトを使ってたんですけども、私はコピーを使うことをお勧めします。で、どうしてかと言いますと、これは今指定した範囲を全部更新してるからいいんですけれども、例えばそのフォーループの中に、ここの点は更新しません。何もしません。条件によってはそういうコードもありますよね。で、その場合にコピーアウト指定してしまうと非常にまずくてですね、対象の範囲内のあるところの更新をしなかったとします。で、それをコピーアウト動作で動かすと、GPU 上で何もない状態で、ある値を書いて、ところが部分的に何も書かれてないんですね。で、その値が GPU 側に戻ってくるんですよ。そうすると、何もやってないところ不定値なんです。どんな値になるか保証できません。で、その状態で、ホスト側にある原本のデータが書き換わってしまうので、ちょっと困るんですね。で、往々にしてここでつまずくことが多いので、一見無駄に見えるんですけども、P
コピーアウトではコピーアウトではなくてコピー動作にしていただいて、原本を一旦持ってきて、でその状態で更新するところだけ更新して、でそれで回収する。でこういった方が最初にその正しい結果を得られるという状態にできますので、まず最初はこの状態でやって、で最終的にはデータの転送を減らした方がいいので、分かっているところはキーコピーアウトという形で最適化を進めるというふうにした方がいいと思います。なので、まあ、最初はとりあえずこういう形でちょっと書いてみました。ここまでよろしいでしょうか。で、まあ、この状態で、ですね、ちゃんともう正しく動きます。正しく計算できます。で正しく計算して動かしてみます。で動かした結果というのも、ビジュアルプロファイラーというのがありまして、まあ、この上で見ると時系列で見て、具体的にどんな動作が行われているかというのが確認をできます。で、ここからこの赤で点線でちゃんと囲っている部分ですね、これが先ほどの処理の1サイクル分の処理になります。で今どうなっているかと言いますと、あの状態で動かすとですね、 GPU のコアの稼働率は非常に低い、そういう状況になっています。まあこの状況ですね。でここの部分ですね、このちょっと小さくて見にくいと思うんですけども、コンピュートと書いてあるところに出てくるこの色のついたブロック、これが実際に GPU のコアを使って計算された部分になって、ここの上の部分、何色っていうんでしょうね、ここの、ちょっと薄い茶色の部分のところがデータ転送が行われてた時間になります。ですのでどうしてこうなるかというと、まあ、話は自明でして、先ほどのコードをですね、これちょっと意図的にホスト側で動く部分と GPU で動く部分に分けてみたのが、まあ、これになるんですけども、この状態で動かしますと、まず最初のフォールグループの前にコピーイン動作が起こって、ちょっと計算をしてコピーアウトします。で次にまた次のループブロックの先頭でコピーインをやって、でこのループブロックをやってコピーアウト、まあ、当然これですと演算密度も低い中身なので転送がまあ支配的になるのがお分かりになるかと思います。でこれを、まあ、当然これだと全然性能が出ませんので、まあ、これを解消するために一般的なデータコンストラクトという、まあ、データディレクティブというのを使います。でこれはですね、ある範囲内にデータを GPU に送ります。でその範囲内ではもう送りっぱなしにしておきますよというのを指定するものです。でこの場合ですと、この2つのループブロックで、まあ、配列の A と A new というのを使っていました。ですので、まず A の方に関して言うと、この2つのループを見ると片方は読んでますけど片方書いているので、この塊で見るとコピー動作をすればいいというのが分かると思います。でもう1つですね、 A new の方、これよくよく考えてみると、これでテンポラリに使っているだけなので、これ何もホストから送る必要は全くないので、これはクリエイトで OK です。ですからこの場合はこのフォアイルループで囲った部分ですね、ここの範囲内においては配列の A はここに入った段階でまずコピーをして、出てた段階でコピーアウトすればフォアイルループの中で見ると OK、 それで正しい結果が得られています。で ANU に関しては別にこれ使いませんから、クリエイトで OK だということになります。はい。でこの状態で動かすと、まあ、フォアイルループに入る前に1回コピーイン動作が起きます。で中で動いている間はもう全然コピーしません。で最後にフォアイルから抜けるときにコピーアウトですね。はい。でこの状態で、動かしたものを、ビジュアルプロファイラーで見ると、まあ、こんな感じになってまして、先ほどはサイクルが長くて間にこう何もしない時間が大量にありましたけども、こうすると、まあ、ほとんど GPU のコアが稼働し続けているのがわかるかと思います。まあ、こんなふうにですね、最初からまあ正解を求める必要はなくて、まあ、ステップバイステップでやっていただいた方が最終的には短い時間で正しい答えがまあ出せると思います。でちょっとここで一つまとめますと、まあ、OpenCC は2つの処理を扱ってまして、まあ、1つは計算のフローズですね。でこれで計算早くするんですけれども、CPU と GPU の間は今 PCI という非常に細い、非常に細いって言っちゃするんですけども、速いといってもメモリのバンド幅と比べると非常に細いバンド幅でしかつながっていないので、あとはこのデータの転送、まあ、これをいかに適切にやるかというのが鍵になります。はい。でここまでで、まあ、ちゃんと動くようになりました。でそうすると次はそのじゃあカーネルの部分ですね、オフロードしてアクセラレートしている部分がちゃんと速くしているかというのをチューニングしたくなります。でそれも、今どんなことができるかっていうのをちょっと説明していきたいと思います。でこれもですね、
基本はコンパイラーのメッセージを見ることです。コンパイラーのメッセージに本当にいろんなヒントが出てまして、先ほどちょっとすいません、下の方のこの反映するところはちょっと説明の都合上今カットしてますけども本当はあります。で、上の方だけに注目してもらうと、ここの部分、コンパイラーがどういうふうに認識をしているかっていうのがこのオレンジ色の部分です。わかりますでしょうか。あ、飛んじゃった。でこうしますと、これ外側のループというのは、ギャングって言ったらこれ並列化しますという意味です。並列化してます。で、内側のループ63行目にはギャングというのと、あとベクター128っていうのがついてます。で、ギャングというのは並列化しますという意味です。で、そこに最初のクーダの説明で言いましたけど、ブロックが何らかの形でアサインされます。で、ベクターというのを使ってこのブロック、スレッドブロックと我々はクーダで呼んでるんですけども、それでスレッドブロックの形状を選択できるんです。なんとなくピンときませんよね。クーダで分かっている方はこれでピンとくるんですけども、で、分かりやすくちょっと用意しました。あ、ですので、ちょっと今コンパイラーが認識しているのは、コードはこうだというふうに認識しています。外側のループはギャングでベクター1、内側のループはギャングでベクターの128。で、これがどんな意味を持っているかといいますと、ちょっと小さい、例で説明します。これ 16×16 の配列を処理していて、で、20ループですね。で、外側のループで、まあ、同じようにギャングベクターをつけて、まあ、外側に4で、内側のベクターには16とつけたとします。で、その場合、このベクター4とベクター16、これ4×16 の64スレッドのスレッドブロックがこの場合作られることになります。で、その一つのスレッドブロックに対してどういうふうにデータを割り当てているかというと、この場合こうなります。この配列の 4×16 の要素ですね。ここ 4×16 なので64個の要素があります。ここの64個の要素が一つのスレッドブロックの中にいる64個のスレッドに割り当てられる、そういった動作になります。で、そうすると、まあ、次のスレッドブロックはここを担当して、さらにその次のスレッドバンクはその下を担当する、まあ、こういうふうになるわけです。で、ものによっては、まあ、これでいいんですけれども、処理の内容によってはですね、割り付け方を変えた方がいい場合もあるかもしれません。例えばですね、まあ、8×8 ですね、こんなふうに割り当てたいこともあります。で、この場合は先ほどのそのギャングベクター、まあ、正確に言うとベクターの中の数字ですね、これをここで示したように、まあ、8×8 みたいな形で指定していただくと、実際にこういった形で、スレッドブロックが作られます。で、この場合は、次のスレッドブロックは、右隣、その次は、まあ、下の左に行ってといった形で配列のデータを担当するという形になります。で、CUDA でいうと、これはそのエグゼクションコンフィギュレーションというものなんですけども、まあ、これの、チューニングというか設定というのも OpenACC のこのディレクティブを使って制御することができます。ですので、まあ、これで CUDA 相当とは言いませんけど、まあ、似たようなことができます。で、ちょっと時間もないのでどんどんいきますけど、これ今回の例は20ループだったので、これ無理に使う必要はないんですけれども、例えばループが40だったり50だったりすることがあると思います。それで、そのスレッドの ID ですとかブロックの ID をそれぞれのスレッドは持っていると言いました。で、この ID は実は3次元になってまして、で、そうすると30ループまではそれに非常に簡単にマップすることができるので大丈夫です。ところが40ループ50ループになってくると困っちゃうんですね。で、その時に、まあ、よく使うのが、まあ、自分でループをコラプスしてしまう。40ループなんだけども、内側の2つを、まあ、例えば i ループ、j ループになってるんだけど、ij ループにして、で、i の回転数と j の回転数をかけた数回して、で、その中で i と j の値を計算するっていう、ちょっと間抜けなコードを書いたりしなきゃいけないんですけども、それしなくても大丈夫ですっていうのがコラプスです。で、この場合は、i と j という2つのループがあります。で、コラプス2というのを外側のループにつけていただければ、このネストした2つのループが勝手にコンパイラーがコラプスしてくれます。ですので、コンパイラー、実際にはクータでするときは、これは i と j のループではなくて、ij ループの一重ループになる。ですから、今回の二重ループの場合は、これ積極的に使う必要は全然ないんですけれども、40ループ、50ループ、60ループのようなネストが深いループのときには、これを使っていただければ、コードを変えることなく、
クーダ、GPU に対して適切にスレッドをマップすることができます。で、もう一つ使えるのは、一つ一つのループの層ですね。一つ一つのループが短い場合ですね。ループの回転数が例えば10だと、全然埋まらないので、その場合は短いループに関してはコラプスして、まあ、長くしていただくと、遊ぶスレッドが減るので、まあ、これも GPU を積極的に、まあ、うまく活用することになります。で、他にもですね、まあ、インディペンデントというのこの使い方をご紹介しますけども、ヤコビ反復の方法の場合は特にそんなことはしないんですけども、まあ、例えば素行列の解くという場合は全部の要素を対象にするのではなくて、あるところの、限定したところだけしか対象にしない場合があります。で、その場合はループで回している変数と実際にアクセスする場所が厳密には一致をしなくて、リストを引いてどこを参照するかというのを決める、まあ、こういったコードですね。こういったコードよく出てくるんですけども、この場合はですね、コンパイラーは自動では並列化しません。理由は単純で、例えばこの場合ですね、外側の JJ ループで回ってますけども、JJ ループからこのリストを引いて実際にアクセスする J の場所を決めてるんですけども、同じ場所を見ないっていう保証はないんですよね。で、同じ場所をもし更新しているとすると、逐次で動かすと後で更新した人が勝ちます。でも並列でやってしまうとそうするとどっちが勝つか分からないので、同じ結果にならないかもしれないので、コンパイラーこの場合は並列のコード出せません。で、よくですね、コンパイラーの機能を勘違いされている方がいるんですけど、コンパイラーは意図した結果を、プログラムが意図した結果を正しく出すことがファーストプライオリティで、高速なコードを出すのはセカンドプライオリティなんですね。セカンドどころじゃないな、サードかもしれない。なのでこの場合は並列コードを出さないのはコンパイラーの動きとしては非常に正しいんです。でもプログラムで書かれた皆さんはこれが並列にできるっていうのは分かってるわけですよね。で、もし分かっていればここにインディペンデントのをつけてください。で、そうするとコンパイラーは OK、 ここを並列化してくれます。で、これもちゃんとメッセージを見ると並列化できませんでしたっていうのが出てます。出てるのでそれを見てこういうヒントをつけていってあげてください。で、今度は反対に、並列化できるんだけど、性能のことを考えると、むしろそこは一つのスレッドに任せたいっていうような例もあります。で、これはちょっと、まあ、3次元配列にしてみたんですけども、3次元配列で、ある点の K 軸方向だけ、それぞれ、まあ、3近傍の参照をするようなコード、実際にこんなのあるかとか知りませんけども、こういうコードがあるとします。で、この場合、依存性ないのでそれぞれ全く並列にできるんですけれども、これ K 方向にそれぞれ伸びて見ているので、これ明らかにあるスレッドがある場所を通したら、その1個 K 方向に1個ずれたところを参照するともうすでに自分が読んだ値をまた読むのでキャッシュに当たるんですね。で、そうするとこれは別スレッドに任せるよりは1つのスレッドに任せた方がいいかもしれない、というかむしろいいんですね。で、その場合は K 方向のループに関しては、これはもう別スレッドにやらせません。同じスレッドにやらせますという選択した方がいいことがあります。で、これもコンパイラーにはわからないので、この場合はここでシーケンシャルというのをつけてみてください。で、まあ、条件としては他のループで十分な並列度があるということに限られるんですけども、まあ、その場合はこういったオプションをつけて最適化ということもできます。で、他にもですね、キャッシュとかタイルとか、まあ、キャッシュというのは GPU のシェアードメモリを使うためのディレクティブで、これをうまく使っていただくとシェアードメモリ使えるんですけども、この2つはすみません、まだコンパイラーがあんまりこなれていないので、こう動きたいということで、まだ皆さんあまり使わない方がいいです。ですが、仕様としては、OpenACC の仕様としては、もうすでに CUDA でできるような最適化をオープン ACC で模擬できるようなものが大体入ってます。まだできないのもありますけれども、かなりの部分が、まあ、オープン ACC でできるようになっています。はい。で、大体逐次の部分はこれでおしまいです。で、そうすると、当然皆さん、大量の計算やりたいので、単一プロセスじゃなくて MPI でやりたいと思うかと思います。で、MPI との観点に併用できるかって話なんですけど、できます。結構簡単。で、それをご紹介したいと思います。で、ヤコビ反復法を、まあ、並列でやる場合ですね。で、それで考えたいと思います。で、並列でやる場合は、ヤコビの場合は、まあ、隣接出るので、いわゆるハローエクスチェンジってやらなきゃいけないんですけども、
まず、まあ、これが全体の配列だとします。でまあ、それを例えば Q プロセスに任せるとすると、まあ、こんな風にそれぞれ三角三で切って Q 個の領域に分けます。でそれぞれの領域が別々のプロセスが担当することになりますけど、ちょっと今はこの真ん中のブロックですね、真ん中のブロックのプロセスのことだけ考えると、でヤコビハンコプ法、自分の更新する点の左右上下の点を見ます。ですのでここの領域を適切に担当する計算するためには、隣のプロセスが持っているこの部分のデータを持ってこないと適切な計算ができません。で反対に隣のプロセスから見てみると、この真ん中のプロセスが持っているこの部分のデータを渡してあげないと今度は隣の人がちゃんと計算できません。まあこれいわゆるハローエクスチェンジって呼んでますけども、これやらないとダメです。なのであれちょっとスライド古いな、先ほどの処理をすいません、ちょっとまず非常に、単純化して、ここの部分ですね、新しい A の値を計算するという、まあ、ちょっと関数っぽくしてますけど、これ実際フォーループが回ってると思ってください。でこちらが A を反映している部分ですね。で MPI 化するときは、まあ、皆さんすでにこういうことをやられていると思います。まず、計算をする前に、隣のプロセスとそのハロ部分、境界部分のデータの交換をしなければいけないので、まず最初に、自分の担当部分のバウンダリのところのデータを、まあ、センドバッファーに、送信するバッファーにパックします。で、パックをしたら、自分のデータを送って、で、隣接プロセスからデータをもらいます。で、それがレシーブバッファーに入ったとします。で、レシーブバッファーに入ったら、そのレシーブバッファーに入った値を、今度は自分が持っている境界のちょっと一個横ですね、でそこに対して反映をします。まあ、アンパックするわけですね。でそうすると、まあ、あとは今までと逐次と同じように処理すれば、まあ、これで正しい計算が得られる。まあ、もうこれ当然皆さん普通にやられてると思うんですけども、でこの時にじゃあこの上に追加された3つの処理ですね、でこれどこでやるかなんですけども、今配列の A はもう GPU 上に置いているので、配列の A のバウンダリのデータをセンドバッファにパッキングするっていうのも当然 GPU 上でやりたい。で、レシーブしたデータを、配列に反映させるアンパックも、これも当然 GPU 上でやった方がいいですよね。でこうすると、GPU と CPU の間の転送はパックされたレシーブバッファーもしくはセンドバッファーだけで済むの でこれが CPU と GPU の間の転送量を一番できる、3つ小さくできる方法になります。でそうするとこうするので、よいしょと。まあ、こういうふうに、あとは Directive を入れれば OK と。この最初の部分のところですね。で、ここの部分は、このセンドバッファーは、これは明らかに GPU 上で作ったデータを終わった後に、ホスト側に回収できてればいいです。すいません、コピーアウトを使うなって言ったんですけど、この場合はコピーアウトで完全に OK なので、ここではコピーアウトでいいということになります。でそうすると GPU 上で作ったデータがここの部分ですね、このパックしたのかとが終わった後に CPU 側にやってきます。でこの状態で、MPI で、隣接プロセス間のデータ交換ができます。 できると隣からレシーブバッファーにデータが入ってくるので、今度はこれをコピーインしてあげればいいです。コピーインしてあげた状態でアンパックすると、そうすればA に配列 A、GPU 上にある配列 A に対して正しいデータが入ります。これで OK です。単純ですよね。これだけです。本当にこれだけです。はい。で、これで動かしてみました。で、これで動かしてみた時の、プロファイラーの様子が、まあ、こんな感じで、まあ、ここからここが1サイクルになってます。でこれ GPU のプロファイラーなので CPU がやってる内容が全然出ないのでピンとこないかもしれませんけど、ここの部分ですね、このスキーマの部分で、データのパッキングと MPI にあるデータ交換とデータのコンポを、アンパックをやってます。まあ、順番でいくとパック、MPI、アンパックをして、であとは 2A の子さんですね。でこうなるとちょっと気になるのがここもったいないですよね。GPU と CPU は違う処理であればオーバーラップしてできますので、
一般的にさらにこれ縮めたくなると思います。でそれも簡単に結構できます。でそれをご紹介したいと思います。でオーバーラップの方法なんですけども、もうこれ普通に皆さんやられてると思いますけど、そのデータが揃うまで計算できないって言ったんですけども、バウンダリーのところは計算できないんだけど内側は計算できますよね。だからもう普通に皆さんやられてると思うんですけど、内側の計算はもうスタートさせます。で外側の部分は、通信でやってきたのを待ってからスタートしますというやり方でいろんなものがオーバーラップできます。ですのでこの場合はまず、新しい A の計算を、境界部分と内側に分けます。で内側はもう事前実行して OK です。で境界部分はデータが揃ってからやります。でこうすると、まず、オーバーラップする準備が整いました。で、CUDA の場合ですとあとはストリームとかいろいろ駆使してやるんですけども、 OpenACC もそれができまして、そのためにはアシンクとかですね、WAIT というディレクティブが用意されていて、それでできます。でむしろ CUDA のやりも簡単で、あとこれだけです。あとこれだけ、アシンクというのところでウェイトというのがありましたけども、アシンクの中には0以上の整数が入ります。でこの整数の数字は Q についた ID だと思ってください。ですのでこの場合ちょっと一個ずつ説明していきますと、この最初のバウンダリーのデータをパックする処理っていうのは Q の2番に入れました。で次の、A の新しい値を計算する、内側ですね、内部の計算するというのは Q の1に入れました。だからこれ別の Q に投入しているので、これ同時に実行して OK です。で同じ Q に投入した処理は必ず投入順に実行されます。でまず、まあ、ちょっとこれだけ、これを先に実行してほしいのでこれを先に投入しているんですけども、でそうすると、次にこの MPI のエクスチェンジをするためにはこの Q の2番に投入したバウンダリー部分のパックが終わってればもう OK なんですよね。でそうするとここでは2番の Q が空になるのを待ちます。で空になってると終わっているので MPI をキックできます。で MPI をキックしたら今度は、まあ、今度は厳密にはこれ2番じゃなくてもいいんですけども、この、アンパック GPU 上にレシーブしたデータの反映するっていうのをこの処理を Q の2番に入れます。で同様にこのアンパックが済んだらバウンダリーの計算もできるので、バウンダリー部分の計算も Q の2番に入れます。 OK。 で最後にこの今 Q と1と2に分けてますけど、この両方が完了したら値を元々の A に反映できるので、これは1番と2番が空になるのを待って実行してくださいねという形で条件付けができます。で非常に簡単ですよね。でこの条件で実行すると、まあ、こんな感じになってまして、先ほど全くオーバーラップ動作がなかったんですけども、この場合は、例えば MPI と一部のこの計算の部分がオーバーラップして実行できてます。でまたこのアンパック部分もそうですね。で特にこのさらに MPI の通信が終わった後に CPU から GPU の転送というのがここで行われているんですけども、この転送部分もこことは全然依存性がないのでオーバーラップして、まあ、実行できているのが分かると思います。CUDA でオーバーラップというのは、まあ、結構我々普通にやるんですけども、 CUDA のストリーム使うのは結構難しいと言われることがあります。そんなに難しくないので本当は使ってほしいんですけど、ただOpenCC だと今ご紹介したように結構簡単な記述でそれができますので、まあ、より一層オーバーラップが使えるようになるのかなと思います。はい、よろしいでしょうか。だいたい講義的な話はこれで終わりなんですけども、あとは宣伝色が強くなりますけども、OpenCC ですけど実際に使われているかというと結構もう使われてます。使われていて、国内の事例だけちょっとだけ言えるのを紹介したいと思います。NICAM という気象気候モデル、理研とか東大の方が開発されているものですけども、これもかなり OpenCC で GPU で動き始めています。で NICAM 関係者いないことを期待しますけど、これ非常に厄介なコードで数十万行あるんですね。数十万行あって、でしかもホットスポットがないです。
パレートの法則っていって、その2割ぐらいのコードが全体の8割とかですね、1割の部分が9割の時間というのを、概ね期待するんですけど、全くそれが期待できないコードで、非常に大変なコードです。でしかも力学過程と物理過程という、片方はメモリバンド幅ネックで、片方は演算ネックで、もう、大変ということなんですけども、動き始めてます。で、ただこれ、実はもともとアクセラレーターには向いている処理、アルゴリズムそのものは非常に向いているものでした。で、向いてたんですけれども、なかなか GPU 使えなかった理由は、CUDA でポーティングするのはできたかもしれないけど、その後メンテができない。で、これ実は世界中の共通の課題で、気象のコードはこれまでずっとアクセラレーターに向いてるのは分かってたんですけども、あまりにもコードが膨大で、で、そうすると一旦CUDA でコーディングしてしまうと、CUDA のエンジンは必ず雇ってなきゃいけないと。ということでなかなかこう前に進んでなかったんですけども、まあ、OpenCC のおかげで今はもう普通に動くようになってきました。でまず力学過程の方なんですけども、 OpenCC の GPU 化っていうのが、まあ、大体済んでまして、で CU サブルーチンで50個ぐらい載せないとまともな性能が出ないんですけども済んでます。で先ほどご紹介したような方法で MPI の対応も完了しています。で、だいたいさらにこれだいたい2週間で終わりました。2週間でしょ。でもうツバメの 2.5 をお借りして最大2560までの動作実行結果がありまして、そうですね、非常に良好なスカービリティが出てます。で右側のグラフを見ていただくと、まあ、横軸が CPU 数と GPU 数で縦軸が性能なんですけども、これちゃんときれいにまっすぐになってますよね。なので非常によくスケールしています。でスケーリングファクター、まあ、1.0 というのがリニアに性能が上がったときですけども、2560CPU 使ったときにスケーリングファクターが 0.8 なので、まあ、リニアに対して8割ぐらいの性能が2000以上の GPU を使ってもちゃんと出ています。で、性能的にも、この青い線、これが、ツバメ 2.5 の CPU だけ使ったときの性能 で、この緑の線ですね。この緑の線が GPU を使ったときの性能で、一桁とは言いませんけれども、まあ、一桁弱の性能差があります。で、赤い線は、これは、理研の方が、私お願いしてないですけども、K 電を測ってくれたので、まあ、その比較で入れてますけども、まあ、K よりもいい性能がちゃんと出てます。で、これは、性能の妥当性を示しているものなんですけども、ニッカムの力学過程は、基本的なメモリバンド幅ネックなので、これ横軸をノード数かける、そのノードのピークのメモリバンド幅に直したものです。で、そうすると、ピークのメモリバンド幅あたりにどれぐらいちゃんと性能が出てるかっていうのはこのグラフになります。で、GPU だと、そのピークのメモリバンド幅はいいけど、そんなに実行出ないよねってたまに言われるんですけれども、そんなことはなくてですね、だいたい CPU と変わらないぐらいのバンド幅効率が出てる、OpenACC って、っていうのが、まあ、これでわかると思います。で物理過程の方もこれ全く挙動が違うんですけれども、もう OpenCC による GPU 化が始まっていまして、今ちょうどリファクタリング、モデルそのものを変えてコードのリファクタリングをされている途中なので、まだ途中で止まってますけれども、一番重いと言われている処理はもう OpenCC でちゃんと性能が出ることが確認をできています。でこれはこちらの青い部分ですね、これがG4の10コアプロセッサーを使った時の、まあ、1コアから10コアまでの1コアをベースとした時の相対性能の上がり具合 で、この緑の方がじゃあ GPU を使った時に GPU の1コアに対してどれぐらい性能が出たかっていう数字になります。で、まあ、皆さんの関心はここですよね。これとこれの性能差がどれぐらいあるかなんですけども、まあ、ちゃんと4倍ぐらいの差は出ているので、物理過程の方、演算ネック、正確に言うと完全な演算ネックではないんですけども、計算が重い処理でも OpenACC による GPU 化でちゃんと性能が出るということが確認できています。で他にも、もうあんま時間ないのでざっといきますけど、東京大学の、古村先生のところが開発されている SISM3D っていうのも、これもフル GPU 化が終わっていまして、こちらはもうアプリ全体で G4 プロセッサーと比べて K40 で GPU を使うとアプリ全体で 3.4 倍のスピードアップっていうのが確認できています。この場合も CPU はちゃんと全てのコアを効率的に使っているものと比較しての性能アップです。で、実際はこれもちょっと性能が上がるんですけども、まだここの部分ですね、MPI の通信ですとかデータの転送のところを先ほど言った方法でオーバーラップできるんですけども、まあ、
そこまでまだやることはないだろうということでまだやってません。ですけどこれもやると、まあ、4倍ぐらいの性能は出るねということが、まあ、この結果からもう分かっています。これはいいです、これとかします。であとは、北大の坪倉先生のところが、まあ、CFD 関係も非構造ではなくて構造ベースで将来はやりたいということで、その構造、そのコードに関しても試験的に OpenCC でどれぐらい性能が出るかっていうのもやらせていただいています。で一番重い処理っていうのが、私ちょっと意味はよくわかんないんですけども、まあ、スクールスキームに基づくフラックス計算だっていうことなんですけども、まあ、それも、10コアを使った場合の性能と比べると、まあ、GPU で、まあ、4倍ぐらい出ているという状況ですね。はい、というわけで、すみません、ちょっと長くなりましたけども、GPU コンピューティングと CUDA の概要も、まあ、最初にざっと説明させていただきました。であと、まあ、ほとんどの時間を、まあ、OpenACC の、まあ、現状というので、コツで説明させていただきました。で、説明が良かったか悪かったかどうか分かりませんけど、まあ、OpenACC を使うと比較的手頃にGPU の性能をそこそこじゃないですね、ちゃんと、出せますよっていうのを、分かっていただけたんじゃないかなということを期待して、講義の方は終わりたいと思います。はい、それではどうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。